日は試合前に随分水をまいていました。チャンスになりました東京、右に持ってからいい振り、そしてシュート、いやー最後はサイドネットです。大久保です。これもはい、ちょっとファウルっぽかったんですけど、長井選手がインターセプトボールを拾ってからですよね、はい、最後はクォンスンテが阻んだんだこのシーン。これ東だ、いや太田光介が入れてくる。これは秋田さん、弾道はニアでしたね。そうですね、壁の上を越えてニアサイドを狙った今の太田光介の左足です。ここも金崎選手ですね。でした ね、 でしたね。ディフェンスがちょっと止まった格好でアントラーズ、しかしスライドを繰り返して右からのクロスボール待ち、どうわずかに合いませんでしたな東。まあどちらかに合えばっていうところだったと思うんですよね。面白いサインプレーだ、シュート、うーん出ない、これ逆襲、カウンターで金崎持ってきたい、一度右に預けて前にペドロジュニオール、さあチャンス、ペドロジュニオールシュートマン、切り返した段階でディフェンスが間に合いました。いや面白いカウンターでしたね。まあ鹿島のね本当に武器ですからね、このカウンターっていうのはね。これムレア、ムレア選手がこう、はい、オフサイドを取りに行ったんですけど、はい、まあ、ギリギリ抜け出しましたよね、ペドロジュニオール。吉川持っていく、右の選択肢、ペドロジュニオールだがなかなか通して立て、さあどっちだ、シュートか、左を使ってきた、金崎シュート、オフサイド、オフサイド。迫力ある攻撃ですが金崎オフサイド、どこ使うかな、あペドロジュニオールが右でね、でどこ使うかなと思ったんですが金崎、これがオフサイド、ね、まあ、一番いい状態ではいたと思うんですよね。コーナーキック、いやスラしたボール、シュート、上げてしまいました、決定的でしたね、上げてしまいました。もう一回見てください秋田さん、はい、ニアでよく触りましたよね、これね。そして戻ってきたボール、大久保目の前、手を当てながら悔しがりました大久保です。さあチャンスになりました、ペドロジュニオール、シュート、最後は林、今度はペドロジュニオール決定機。これもどういう選手からですか、はい、ペドロジュニオールですよね。非常に難しいボールだったと思うんですけどね、はい、いやでも林選手よく触りましたね、よく触りましたね、重みではないですよね、中島翔也、キーパー弾いて、先制 FC 東京、最後は大久保か、いや、オンボール、違いますね、オンボールか。これもう一回見てください、ゴール裏のカメラです。中島翔也入れる、キーパー弾く、ここオンボール、オンボール、オンボール。ただ中島翔也のこのカットインからのワンステップシュート、これが実りました、ね、キーパー名手クォンスンテ、まあゴールキーパーの、ね、直前ですよね、そしてタイムアップ、鬼門の鹿島サッカースタジアムで FC 東京が開幕戦を飾りました。2017明治安田生命 J1 リーグ第1節、鹿島アントラーズで FC 東京の一戦は0対1というスコアでアウェイの FC 東京が勝利を収めました。